出てきた。やっほー。ふう、間に合ってよかったわい。あのじいさんは誰？わしは仙人。いや、じいさんじゃ。そんなことより母上殿の目が覚めないようじゃな。お前たちの母上殿はドラゴンと人間のハーフ、そのことは知っておるな。え、ドラゴンとのハーフってことは、ママドラゴンとせっぴーしたってこと？違わない。とにかくお母さんはやばい状況ってことね。卵、ドラゴンの卵なんちゃ。ピコリーンと。何このシール？今のシール？どういうこと？立派なドラゴンに育てる。ドラゴン育ててお母さん助けるってどういうことよ。そんなに料理に自信がないのか。キョーキョー。ほら、お前さんたちも腹をすかしとるじゃないか。そら、飯じゃ飯じゃ。母上殿はお前さんたちが救うんじゃ。はい、わかりやした。頑張りやす。じいじ、お前さんたちを手助けするためにここへ来たんじゃ。怪しいものじゃないぞ。目玉焼きね。目玉焼きを作りましょう。おとげね、オッケー。はい、せい、タバコ。いやー、いいんじゃない。ふむふむ、美味しそうだね、目玉焼き。お腹空いてきた。数年ぶりの食事。数年もご飯食べなくていいなら食べなくていいよ、もう一生。ご飯食うな、もう。卵がー。ガリンコ、あらららららら、ちっちゃい、かわいい。名前をつけてあげよう。そうだな、名前、名前はじゃあ私がレインボーシックスのキャラで一番使っている名前にしましょう。オペレーターの名前、フロストで。腹が鳴っとる。目玉焼きをあげよう。どうぞ。
い食べてる。ドラゴンを立派に育てたらお母さんが助かると。なるほどね。頑張るよ、カフェも。子育て、ドラゴン育てるのも。わあ、こいつしばらく住むんだって、このホームレスみたいなおじいちゃん。ほんまかいな。四角で。よしよし、かわいい。さあ、外行ってみましょう。よーし、なんかあるかな。お、見つけた。気を揺する、ここか。フロスト来た、かわいい。ついてくる。よしよし、穴に潜る。この子を潜らせるのね。おいでー、フロスト、おいでー。さあ潜るんだ、行ってこい。だはは、すげえでかい肉持ってきた。すごいね。一体中に何があるの。かなり収穫できました。いいんじゃない。レシピのかけらが集まったようじゃんの。2階で待ってるぞい。レシピの復元集めたら2階に持ってくと。はーい、いた。おー、ステーキだ、おいしそう。やったー、作ってみましょう。難しかったね。よし、美味しそうすぎるよ。カフェのメニューにできるのね。オッケー、はい、できたぜ。さあ早速あげてみましょう、この子に。どうぞ。美味しいか、美味しいか、美味しいか。よしよしよし。よしよしよし。次の日にしちゃっていいんだね。うわっ、悪者が来た。借金取り。